のんたいさんで、じゃあ、はいはい、絶対に来やんけど、招待は送りますって招待送っただけまず無理だと思うけど、ま、うん、いや、その頃もう本当にビズイやからって言って西川の兄貴と、うん、ビズイの戦いをしてたの。ビズイの普通にライブ見に行ってたんですか。普通にライブ行って、で、挨拶してって感じで、うん、そうそう、この前ね、稲妻ロックレディオにさせてもらったんで、はい、なるほど。そうそうそう、初めて TM レボリューションのですねライブに行ってきたんですけれども、フェスとかではね見てたんですけど、うん、もうねもう すごかった。やっぱりあの方は西川貴教さんは激しいっていうかパワフルだね。まあね、もうね、あの年になってからビルダースだね。そう、もうね、脱ぎ待ちよ、みんな。ボディを見たくて、ムキムキみたいな途中ももう、本当に首の太さ変わっとるかないやいや、すごいですよね。なんかね、筋肉があったら若くなるらしいですよ。え、そうなんですか。うん、あ、そうなんや。やっぱり、つけなかな、エネルギーっていうか、うん、パワーが出るらしいんで、筋肉から、筋肉から、そっから見た目も若くなるらしいです、ね、へぇー、筋量の多い人ほど年いっても若く見えるらしいですよ。もうプルちゃん興味なさそうじゃない。いや今僕めちゃくちゃ、じゃあもうそろそろ筋トレしやんと、ちょっとお腹周りも太ってきたから、あ、そろそろやべえなと思いながら今聞いてた、はい。またこの番組では皆さんから e スポーツにまつわるメッセージやゲーム音楽のリクエストも随時お待ちしております。アクセスはレディオキューブのホームページ、 e スポフライデーナイトフィーバーの番組ページ、ツイッターはハッシュタグ e フラつけてのつぶやきをお待ちしています。それでは今夜も e スポフライデーナイトフィーバースタートです。バムニーバムニーバムニー来た。ティーバムティーバムね、バムニー、あ、僕も名前忘れたな、自分のやつも。ジョン、違う、何やったかな、バムニーしか思いなかった。いや、バムニーのインパクトありすぎて、あのね、バムニーって言っただけでもう崩れ落ちてたもんな、笑って。バムニーバムニーとは言わんやろ。後ろだけ拾うの珍しい。世界の BTS やぞ相手は。それをバムニー呼ばわりにして、バムニー呼ばわりやないやん。違う、だってあれは先にプルちゃんがだって、うん、あれだって、ヘイズニーって言ったから、違えてて、じゃあティーバムはバムニーって言ったら、バムニーでしょ。ヘイズニーの100倍互換位。バムニーのバムニーのがいい。100倍互換位。でももしかしたら誰かバムニーって言ってるかもしれないでしょ。あ、ほんますね。やった、あ、え、他の人が、そう、なんか本人の人ね、そうそうそう。確かに確かに、 BTS からちょっと戻っちゃいますね。本当や、あの動画編集するのめっちゃおもろかったからな。あ、本当ですか。うん、めっちゃ踊ってるわと思って、あれなんか見てるだけで笑顔になれましたね。そうですね、電源も途中で抜けるし、消えたっつって、あのハプニングがもうできすぎてた。そうですね、農大さんの動きはやっぱおもろかったですね。ちょっと清瀬様に言われた後からもう一回見たんですけど、そう、だから農大さんだけ動きちょっと違うんですよ。いやいや、ソロがあるからっていう、なんか、いや、まあ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 、うん、ソロがあってもなんか、そういう以前の問題っていう、以前の問題、ダンス的な要素じゃない動きをしてるってこと。いや、3人一緒のエイバの曲もなんか信谷さんだけちょっとおかしいんですよ。なんで、なんか僕うまく言えないですけど、なんか一味違う面白さがあります。信谷さんの動きには、動きが、はい、そう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 、はい、そんな感動したらもう完全にあの BTS のこう滑らかなこのこうなんかこうぬるんってしたこう色気のある動きをしたいなと思って。したいのはしたいですよね。したいのは、私もしたい、したいのはしたい、踊るよ。だからこうちゃんとね、動画撮った時は、うん、もうかっこいい、誰この人みたいな、あ、無になってると、なってると、あ、だこれあのノブさんやっていう踊りではないはずっていう。な、生半可な覚悟じゃ挑めへんね。ほんと改めてどっかでやりましょう。
そうだな、もう練習するとこからもうなんかそうですね、なんかみんなこう、それぞれお届けした方がドキュメントで徐々に徐々に上手くなっていく。あの練習時間長そうすぎてそこもコンテンツにしたらきついまだもったいないね。そうそう、確かに。おめでとう動画みたいなやつの、あ、そう、30周年みたいな。ああ、そうです。ここまでやってんのに使われへんみたいな。そうっすね。いや、使いましょう。もう、信谷さんのやつは全部使いましょう。こう、切り取ってね。はいはい。奇跡。奇跡。バムニーの奇跡。ノブニーバムニーの奇跡。どて上がってます。上がってます。あ、最後っすか。だから、踊る格好は、フレディで。フレディで踊る。めっちゃ。フレディで BTS。めちゃくちゃ見たい、マジで。めっちゃ見たい。ほんでめっちゃ綺麗なんでしょ。めっちゃ見たい。やば。途中フレディも入ってきたりとかして。だんだんつって。そうっすね。去年の寒さは無理やな。去年のあのエキサイト四日市バザーの寒さはね、あれではちょっとね、踊ってちょうどよくなるからね。踊ってね、あったかくなる、あったまるかな、あったまるぐらい、あったまるかな、その場自体もあったまるかなぐらい。ああ、そうですね。でも BTS やったらなんか高校生とか2年ぐらいの前の曲じゃない？ダイナマイト。ちょっと前ですね。ダンス部とかこうダンスやってる人たちってあの動画上げたりとかして、みんな一応振りは基本覚えてそうな気がするんだけど。ありますあります。練習用のやつがあったりとかするんで。ちゃんとそのポジションであるんですかね。あの、まだ見てないですけど、あの、あるかもしれない。でもありそうっすよね。この人の踊りみたいな。でも我々は e スポーツで覚えなあかんってことですよね。そうそう、ジャストダンス、ジャストダンスで。あ、でもあのちゃんと僕はそのパート練習をします。動画を見て。ジャストダンスじゃなくて、ジャストダンスだけど踊りは一緒なんで、このパートごとに練習するように、あれずっと通して毎回踊ってたら途中忘れるんで、そうですね。まず動画でそのパートごとを覚えて、で、あ、ガチや。やばい。ジャストダンスでつなげるみたいな。やば、コンボ練習と一緒や。そうそうそう。恋ダンスの時もそんな感じでやったもん。めっちゃロジカルに練習しますやん。ダンス練習。パートごとにやって最後通すみたいな。やるとき、あの通す日をもう決めといてくださいね。私なんかちゃんとやらなと思って、まだダウンロードしてないんですけど。そう、じゃあエンド決めとかなかエンド、いやいや、そんなにあのフランクに始めれるレベルのダンス、そうそう、ダンスダンスじゃないから、ちゃんとやりましょう。ちゃんとやるなら、やるならやるならちゃんとやりましょう。オッケーオッケー、はい、じゃあオッケーオッケーオッケー。まあエンド決めなくていいです。一旦決めないで、決めないで、決めなくて、練習しよう。68,000よりもあの PC98 の方がやっぱりニーズが高かったっていうのが、そうですね。はい。ただほんまにあのシューティングってあのありますけど、確かシューティングゲームが多かったと思うんですよ、こっちは。なんかググったらグラディウスとか出てくる。そう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 。で PC98 の方は三国志とか、あのシミュレーションとかの結構がっつりやり込む系のタイトルがあって、でアドベンチャーみたいな方もそっちとかがあったから、よりなんかゲームっぽいっていうので、あとフロッピーがね、 PC は PC？ 5インチのあのペラペラのでっかいこんぐらいのサコンって刺してカチンってこうね。あ、懐かしい。それは小学生ぐらいの時に塾でフロッピーを使うなんか勉強してました。うん、そう、多分みんなやとこの 3.5 インチのフロッピー、プラスチックで硬い、あ、僕そうっすやつが、あれカチャンって入れたら勝手にカシャンってこうセットされる感じの。え、なんか紙っぽいやつじゃん。そう、紙っぽいやつが5インチの大きいやつ。そんなでかいんですか。ほんまこんなでかいですよ。あ、そうか。紙っぽいやつ。いや、でかすぎ。が、ペラペラのふにゃふにゃのやつを、シャコンって言って、ほんま、止まってるっていう感じのロックをカタンって倒すんですよ。え、キヨンセさんはそれわかるんですか？わかんない。いや、あ、そう、紙っぽいやつの認識はなんとなくあるんや。5インチの。紙っぽい、なんか、薄っぺらい。そう、薄っぺらい存在は多分どっかで使ったことはないですよ。でもなんか認知をしてて、でもこう触ったことがあるのはそのあれですよね、僕らは。はい、そう、
そこプラスチックのね、硬いやつね。そうそうそう。ちゃんとやれ。そんな僕見たこともないな。で、これの前にカセットテープのやつもあるんですよ。パソコンで。PC、あのその PC98 の前の PC88 っていうのがあって、うん、それはフロッピー、5インチのフロッピーでもなく、もうカセットテープ。そう。でカセットテープにセットして再生してあのゲームが始まる。そう。こう。へえ。面白い。でこう場面が来たら止まる、パチって止まって、で進んでいってまた進んだらそれテープが回り出して次の場面が始まるっていうのがあって。アナログだけどデジタルみたいな。そう、確かに。すごい面白いですね、それ。なんかなんかもう唯一記憶があるのがエメラルドドラゴンっていうシミュレーション、あ、じゃあアドベンチャーがあって、うんうんうん、それは多分98やったと思うんだけど、それはなんかその98でやった記憶は、いとこの家でやった記憶はあるぐらい。e スポーフライデーナイトフィーバー、そろそろ時間です。ここまでのお相手はキヨンセこと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それではまた来週。